こんにちは、純蔵です。今回はキューオレ使ってちょっとここやっていくんだけど、ちょっとね、さっきまでずっとね、裏修羅の限界をやってたんだけど、なんかね、すごい火力不足だったり、あんまりちょっと、まあ、なんだろうね、火力があんまり出ないんだよ。思ったよりも火力が全然出なくて、ちょっとね、何回も負けちゃうんで、ちょっともうここで妥協します。すいません。なんか多分このキオレ使ってみた動画とかで、ちょっと高難易度のところ行ってるのすごい見たい方いると思うんだけど、すごいその方本当にごめんなさいなんだけど、ちょっと本当に何の参考にもならなくて本当に申し訳ないんだけど、結構強いんだよ。10個も強化持ってて、不交換通過力高いし、悪魔キラー2つ持ってる。で、直角性で毒プラスとかクライムプラスとかつけれるし、スキル4つにできる。で、進化前も強いが、進化前も強くて、まあ、結構10強7強でたこ焼き覚醒いっぱい持ってるし、まあね、あれなんだよ、キオレは、キオレってこのフェスゲンね、あれなんだよ、進化前は火力結構出るけど、まあ回復倍率なくて厳しいみたいな感じだし、あ、回復倍率ね、ちょっと光欠損、色欠損が激しいから使いづらいっていうのがあるし、まあ、この進化後は耐久性優れてるけど、まあちょっと倍率がちょっと乏しいっていうのがあるし、まあこの子はやっぱり76で使うのはやっぱ一番いいかなっていう感じがする。ちょっとね、そういう編成もあんまり組めないから、ちょっとここでちょっと遊んでいこうかな。ここで遊びます。で、まあ継承もなんか適当になんか裏シャラ用につけてたんだけど、裏シャラ用のやつです、これは。でやっていきます。いや、本当に申し訳ない。なんか裏シャラとか期待してたから、本当に申し訳ないんだけど、こうやっていくわ。ちょっと、いや、すげえパーティーだなこれ。マータン低速周回、はい。すげえな。チャコルなでなでゼラチャコチャコで倒します。ちょっと重たいね、ごめんなさい。ちょっと端末がね、ちょっと重たいかもしんない。ちょっと処理がすごい重たいかもしんない。ちょっとね、なんかあれなんだよ、アンドロイド11っていうのをしたんだよ。なんかアップデートして11っていうのをしたから、その時にちょっとね、処理がちょっと重たくなってるかもしんない。本当に申し訳ない。で、まあ、ここら辺のね、まあ、ダンジョンとかだったら、スラスラいけると思うんだ。まあ、3人いるし、俺含めて3人いるし。おっと、アシストがないぞ。この子は、これはあれか。マギーとナデコか。マギーとナデコが強いんだよね。俺もね、マギーとナデコ使って、最近あれ勝ってたんだよ。マロ。いや、裏じゃないけど、裏じゃない方のマロ。表マロ。表の方のマロを勝ってたんで、すごいね、この子マジで強いね。ナデコ使って。うわ、すげえな、これ。チャコルか。チャコルいいね。フェスゲンヒロイン復活しないかな。俺ね、チャコル持ってないんだよ。チャコル持ってなくて、結構ね、後悔してる場面もある、結構。後悔、なんか、パーティー、編成組むときに、あ、ここにチャコルがいればな、とか思うときあるんで、あ、双子。ちょっと先生食らうか。先生来て。これもまあいいか、これで行きますか。こう行って。いや、ずれんな。すげえずれんな。いや、ちょっと、おぼつかない。ちょっとバタついた。バタついたけど、まあ、いけるかな。倒します。で、あー、出た。中国版ホルス。お父さんは、お父さんね。お父さんみたいな。お父さんは、この子この子なんだっけ、あれか。
はい、あれか、化け物語か、化け物語クラブのあれでしたっけ、ループするシステムする子でしたっけ、これいいね。で、倒いきます。これいけるかな、まだ変身できてないか。いや、アシストしてよ。いや、アシストはせめてした方がいいと思うな。で、俺ね、ちょっと早くね、ランク1000に行きたいんだよね。早くランク1000に行きたくて、まあ理由は単純明快で、ランク1000メモリアルガチャがあるから、早く行きたいんだけど、あと9足りない、あと9足りないのか。ちょっと早く行きたいね、ランク1000。で、これは？かぐや姫か。なんかスキルあったっけな、俺。なんかスキルありましたっけ？あ、あるじゃん。これ使おうか。あー、ダメか。これ、これ使おう。これ使いまして、で、追い打ち組もう。追い打ち組んで、あ、ずれるずれる。すごいずれる。何これ。めっちゃずれんな。ごめんなさい。で、誰に謝ってんだ。で、倒します。さすがに倒せると思う。で、お家行きます。結構ね、このパーティー完成されてると思うんだけどな。結構完成されたパーティーだと思うんだけど、なんか行けなかったね、ウラシュラ。ウラシュラ結構ね、5、6回行ってたんだよ、このパーティーで。5、6回行ってたんだけど、なんか全然勝てないんだよね。やっぱそのキャラ性能的になんかあんのかな。キャラ性能的にちょっと難しい部分があんのかな。わかんねえけど。あ、いい分割だよ。なぜかまだ変身できないか。これでいけるか。いけるね。スワローテイルね。改めて見たらすげえ綺麗だな。綺麗だね、これ。スワローテイル。なんかこういう蝶ってさ、本当にいるんだっけ、なんか、実在するんでしたっけ、これ。なんか外国にいるよね、こういう蝶。すごいね。で、倒してもらう。これは倒してもらって、いけるね。やっぱインフレが進んで、ちょっとすごいね、この。スワローテイルも結構簡単になってきた時代になってきた。で、欠損してないね。欠損してないけど、これはどうしよう。まあ、普通に行こうか。普通に行って、いけるこれ。ドラゴンキラーとかない、あるか。あれが持ってる、一応。あの子どこ？草の御事が持ってるけど、いけるかな。いけそうな気がする。いけそうな気がする。いけるわ。俺ね、結構ね、スタノを結構使ってんだよ、この、超天性のスタノ。結構使ってて、まあ、めちゃくちゃ優秀なんだよね、この子。この子すごい使い分けしてんだよ。2体持ってる。今のところ確か2体しか、まあ、持ってないけど、2体持ってて、このお邪魔目覚め耐性用と、あとはその、キラーというか、キラーじゃない、毒耐性用かな？毒耐性用、毒目覚め耐性用と、お邪魔目覚め耐性用に振り分けて、使い分けてるんだけど、結構優秀。貴族性パンの、なんか本当にスーパーサブって感じがする、スタノの見事。結構ね、愛用してんだよ、俺、スタノ。結構おすすめですよ。わー、なんだ、応答がありません。なん、マジか。どうしようこれ。もうこれ、まあ行くか、行くしかねえか。これ行って、まあ、これで全消しできた。お邪魔は全消しできて、倒します。倒してエスカマリか。スカマリは何してるんだっけ。属性吸収か。属性吸収で、OK かな。まあ、俺は属性吸収あるんで、開けます。
あ、そっか、ゼラがあるか。これいけないんじゃない、これナデコが変身前だから、これいけない気がするけど、いける、これ多分いけないよ、これ。いや、全消しした、すごいね。いけない気がすんな、これ行くんだ。あー、みんな欲しい。あら、一人になっちゃった、一人になっちゃったよ。なんだよこの動画、ちょっとこの動画何わかんねえ。なんかいろ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 めちゃくちゃなんだけど、これ使って、でこれで終わりかな。最後はちゃんと組む、最後ちゃんと組んで OK かな。こう、いやー、もうちょっと待ちにしたかったんだよ、キードロップを待ちにしたかったけどできなかった。で属性吸収かかってるんで OK、 いきました。いやー、ブラッシャルの限界ね、ちょっといけなかったな、ごめんなさい。ちょっと何回も挑戦してたんだよね、何回も挑戦してたんだけど、ちょっとね、火力不足っていうかが実感して、ちょっといけなかったね。ちょっとあのカッパゾーンまで、あのゲハハゾーンまで行ったんだけど、ちょっと勝てなかった、本当に申し訳ない。まあそういうなんか、こういうキューオーレとかの、まあ使ってみた動画ね、まあ、俺はちょっとこれで終了させていただきたいんだけど、ごめんなさい、まあもっと、まあ、上手い人の動画とか見てほしいな、その、裏シャとか言ってる人は、裏シャとか言ってるやつは、裏シャとか言ってる、裏シャとか言ってる動画は、まあ他の人の動画見てほしいね。ごめんなさい。じゃあ終わります。バイバイ。